岸田文雄首相は13日午後、日本時間同日夜、イタリア南部プーリア州でウクライナのゼレンスキー大統領と会談し、ロシアの侵攻を受けるウクライナへの支援策や協力分野を明確化した2国間協定、日・ウクライナ支援協力アコードに署名した。将来ロシアにによる新たたな武力攻撃が発生した場合に 日本とウクライナが24時間以内に政府間協議を開いて対応する規定も盛り込んだ二国間協定は人道・復興分野でのウクライナ支援を柱としており地雷除去瓦礫処理や女性や子どもを含む人道状況の改善生活再建経済復興などを明記した憲法上の制約を踏まえ安全保障・防衛分野では殺傷能力のない防衛装備品や 物資の提供負傷したウクライナ兵の治療など日本がこれまで実施してきた可能な協力内容を記載したサイバーセキュリティや組織犯罪への対応なども盛り込んだ主要7カ国 G7 は昨年7月ロシアの侵攻を受けるウクライナに対し長期的な安全保障を提供するための国際的な枠組みを定めた共同宣言を発表 具体策は各国がウクライナと二国間協定を結んで決めるとしていた。これまでに英独仏など15カ国が協定に署名。日本は昨年10月以降、ウクライナ側と交渉を進めていた。今年2月にはウクライナの復興に向けた日ウクライナ経済復興推進会議が東京で開かれ。両国は デジタルや農業など7分野をを中心に56件の協力文書を交換した。日本がこれまでに表明した支援総額は約121億ドルに上る岸田氏とゼレンスキー氏が対面で正式会談するのは日本が議長を務めた昨年5月の G7 広島サミット以来約1年ぶりバーリイタリア南部影山哲也 以下はネットユーザーの反応をまとめたものですこうして簡単にお金をすぐに渡してしまってはまた他国から足元を見られてすぐに利用され日本の立ち位置がまさに ATM になりかねないのではないかと不安ではあります確かに外交上資源の薄い日本においてお金に頼らざるを得ない現状は理解しますがそれにしても頼りすぎだとは思う 国際関係上の多少も支援はやむを得ないとは思いますが、もう少し国民に対する説明があっても良いのではないかとは思う。困っている人を助けることは大切なこと。ただし岸田さんは日本の総理大臣であり。まず最優先は日本国民が安心して生活できる国を作ることだということを認識しなければならない。日本人の年金は何歳から それは安心して生活できる額医療体制はまだまだ色々国民が不安に思っていることはたくさんある。まずは内を向いて真剣に国民を思ってもらいたい。その支援のもとは国民が苦労して生活を切り詰めて納めた税金から行われている。あなたが外面よく振る舞うために国民は税金を納めているわけではない。 困っている人を助けるのは大切なこと。うちにも明日の生活もままならない、困っている人がいることに気づかなければならない。岸田首相がゼレンスキー大統領と会談し、ウクライナへの支援策などの二国間協定に署名した。先日岸田首相はウクライナに今後10年にわたって支援すると約束した。アメリカも長引くウクライナ紛争への支援疲れがあり。 ウクライナ支援にかかる大金を日本が支払う結局多額の支援金は我々の血税からの大金の投入となる岸田首相は日本人の暮らしよりなぜ海外支援による多額の支援金ばらまきを優先するのか疑問であるある程度の海外支援も必要だがまずは日本国民の暮らしや能登自身復興を優先してほしい日本を除く 諸外国は非常に利己的である当たり前だ自国民の財産税金を無償で提供など非常に限られた場面でしかしない基本的には何かしらの見返りウクライナであれば小麦粉やその農園などを借金の型として抑えているがあることが普通だそれに国内の情勢に合わせた資金しか提供しない多くの日本国民は 物価高でで苦しんでいる経団連会長は人件費を抑制することを是とする考えから抜け出せず過去最高益を上げているにもかかわらず世界的には労働分配率が低下傾向にあるとのことで賃上げについて中期的に見ているらしい岸田がやるべきは強欲な経団連に鉄追を下すことだろう元々の労働分配率が極端に低い日本において 海外が抑え気味だからとは奇弁であり。40兆円超えの利益を分配しない理由に、急々としているとは、何とも情けない話だ。分配率を上げれば金もめぐるのに、消費マインドが落ち込んでいるとは経団連。バカか戦争開始直後の日本からの義援金額を見れば、日本人の心はわかると思う。助けてあげたい。力になりたい。 その心はあるけれども戦争を肯定はしていません。少なからずロシア兵にも祖国で待つ家族がいます。ウクライナだって人を殺しているんです。間接的にでも日本が戦争を後押ししてはいけない。二国が戦争をやめることを後押ししなくてはいけない。この協定は全くおかしい。ウクライナ側にはメリットがあり、日本には 何のメリットもありません。岸田は外交的に白黒明確にせずうまく立ち回るべきではなかったかこの協定は極めて重大なものでを総理に独断で結ぶのは全く納得できない解散して国民に問うべきでした支持率が低下し次期首相も危ないと言われる今戦争しているウクライナと二国間協定なんてありえないと思う ウクライナの連携国としてロシアに攻撃を受けたらどう責任が取れるのか同じ連携国である欧米は経済のほかに軍備もしっかりしているが日本は抵抗できないと思う少なくとも私は徴兵令がかかっても戦争にはいかないまた資金を海外にばらまくより内政に力を入れてほしい 他国も大変と思うが、自国も大変なことを、もっと理解してほしい。日本は、直接的に、ウクライナの安保に関わる立場でもない。地理的に遠すぎる。それでもやるのは中国に、台湾や尖閣を好きにさせないため、牽制の意味合いじゃないかね。しかし、ウクライナにあんま深入りするのは国益にかなうのか。台湾有事の際、 ウクライナが助けてくれるわけでもあるまいあの金で何が変えたかではありませんが121億ドルつまり1兆8000億円で何ができたでしょうか例えば小中学校の給食を全国で無償化するのに必要な経費は約5000億円自民党の試算また国内に2200カ所ほどある 子供食堂は年間の運営費が30から40万円と言われていますがこれを倍の規模にして国が支援しても17億6千万円さらに中学3年生は全国で110万人ほどですが平均的な修学旅行費10万円を無償化しても1100億円こう考えると海外に気前よくお金を出す代わりに将来世代のためにできることはたくさんあると思います 国民に支持をされていない首相の暴走でこんな形で、戦争により深く巻き込まれるのは納得がいかない。日本はどんな戦争にも一歩も二歩も、距離を取るべきだよ。せいぜいやれるのは人道的支援までで、戦争が終わった後に復興支援で協力するべき。